今日僕がテーマに設定したのは、太宰断罪、生誕100周年を今年あの太宰治は迎えるんですけれども、ちょうど1948年という年に、39歳の誕生日の直前、玉川上人に、女性と共に心中した入水自殺をしてしまった太宰、それから、死後ちょうど61年ということになります、今年は太宰治の100周年、生誕100周年ということで、100年ということで、いろんなイベントがいろいろ考えられているようですが、なんといっても6月19日に行われる大葬儀、これがものすごい数になるんではないかなというふうに予想されますが、僕自身は大葬儀には今年はちょっと行けそうもないので、実は、6月の2日に善隣寺、善隣寺というのが太宰の、墓地なんですけれども、そこに行ってきました。でその前に僕は初めてなんですが、去年、三鷹市に、文化振興財団というところが経営主体になって運営主体になって、去年オープンした、太宰治の、サロンがあるんですけれども、太宰治文学サロン、そこにその日に初めて行ってみました。まあ別にどうということはない施設なんですけれども、まあそれは作ったのが、まあ、三鷹市からお金が出て三鷹市の文化振興財団が運営になっているという、非常に三鷹市にとっても、去年今年と非常に気合が入っているなと。でなんか聞いたところによって、まあ、そこでいろいろ聞いてきたんですよね。ここはこのサロンというのはどういう役を担っているんですかねとかいろいろ質問をして、分かったことは、来年がどうやら三鷹市の市政60年らしいんですね。でそれでその3年間をこの太宰治ブームみたいな文学サロンを設けたという、そういうことらしいんですけれども、展示もこれという展示も別にあるわけではないですね。最初の、まあ、妻というか席に入りませんでしたけれども、紅子さんという芸者さん、高校在学時代に知り合ったこの、芸者さんなんですけれども、彼女、まあ、本名は初江さんというんですけれども、その初江さんと一緒に暮らすために借りた部屋にあった、こたつとかですね、火鉢ですね、火鉢、ごめんなさい、火鉢とかね、置いてあるんです、ね、これがまた、青森仕様でこんな大きいんですよね、ちょっと一般家庭にはあんな大きいのはないなっていうようなぐらい大きい火鉢で、でその火鉢はその説明をしてくれた学芸員の方によると、なんと小林武史も同じ火鉢を持ってるよと。なんでその小林武史が出てきたのかちょっと最初はわからなかったんだけれども、実は太宰っていうのは初期の頃、プロレタリア文学を書いていたんですね。太宰治という名前に名乗る前に、プロレタリア文学、まあ、いわばマルクス通りをちょっと目指したことがあって、でもそれはどう考えても、まあ、まあ、生涯、我々は太宰治の生涯を、まあ、ある一定知ってるわけなんですけれども、その太宰の思想性とか、そういうものから考えていっても、どうにもマルクス通りというのは似合いそうもない。ただ彼の場合は、帝国大学、今の東大ですね。東大に席を置いている当時に、そして青森から上京して、まあ、早稲田の近くに、宿泊していた学生寮みたいなところがあるんですけれども、そこで、まあ、そのパルタイ党の指令とかいうのをいろいろ聞いて、それなりに、明治の時にはところにとても人は殺せそうもないナイフを忍ばして明治に参加したりとかそういうことをしている、していた頃なんですね。
で、まあ、小林武史も、非常に憧れていた時期が一時あったらしい。あ、それでこの人は小林武史も同じ火鉢を使ってるよっていうふうに言ってるのかなっていうふうに、後で思ったんですけれども。まあ、そこに行って、それから、大津駅には行けない僕は、善隣寺に、お参りに行きました。で、今日、太宰をテーマにしてポエトリーやるんで、そのポエトリーを、まあ、一応報告という、御前報告みたいな形で、お参りしてきたんですけれども、その前日が、どうやら、まあ、進みまして、まあ、津島修二という名前が本名なんですけれども、津島家の、まあ、いわゆる法要ですね。法要があったらしくて、太宰が残した娘さんとか、それからそのお孫さんらしき人の、目新しい粗相場と大きな花が、捧げられていました。まあ、それを見ただけでもなんかちょっと行ってよかったなみたいな気持ちだったんですけど、きっと19日の大通りまであの花は持たなかっただろうなというふうに思います。まあ、それは僕のブログ通が放送にアップしてありますので、もしその花とか墓前を見たかったら、僕の、ブログを見てください。ということで、まあ、太宰を断罪する、太宰を本当に断罪できるかどうかわからないんですけど、生きてることからかなり自分自身でも、自らを断罪するようなあの文章をたくさん残し、小説も書いている太宰治の本日のテーマとしてみました。